ここが騎士団の本部みたいだな。入るか。ここから入ると騎士団の本部だな。早く入ろうぜ。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。と、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。こちらはリサ。騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来た良い子ちゃんかしら。かわいいわね。ただタイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう。放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された四つの神殿のうちこの三つだ。三つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。私と組むの？先に言っておくけど、初心者に合わせてペースを落とすようなことはしないよ。セピロス騎士団の新人として風に対する理解は必要不可欠だよ。風の翼の上級特訓なら私に任せてね。私たちの誘いを受け入れてくれたこと感謝する、旅人。風魔竜の体や力の異変に関して確かにおかしな点がたくさんある。しかし騎士団にとって
今回の襲撃による余波を落ち着かせることが最優先だ。団長から騎士団を預かっている身として、私は団長、そしてモンドの人々の期待を裏切ることはできない。真相をはっきりさせないと。図書館司書のリーザよ。私に聞きたいことでもあるの？かわいい子ちゃん。荒野にいる怪物たちの資料かしら？元素により優勢をうまく利用することが勝利をつかむコツね。そうだ、図書館でアルバイトをする気はない？最近雑用、あ、いえ、使い走り、いえ、支援の人手が足りないのよね。私と組むの？先に言っておくけど、初心ジーンさんがいれば安心できる。そればっかり言ってたらダメだよね。だってジーンさんはいつも真っ先に動こうとするから、たまにはゆっくり休んでほしいんだ。そしていつの日かジーンさんに私たちがいるから安心してって言えるようになりたいの。私たちの誘いを受け入れてくれた。よかったな。どこで学んだんだ？眼帯。なんだ、俺のことが聞きたいのか？そういえば、ちゃんとした自己紹介がまだだったな。まあ、するつもりがなかったというのが正解だが。失礼。俺は騎兵隊隊長、ガイアだ。今手をつけている問題が解決したら、またゆっくり話そう。いい場所を知っているんだ。話すのにふさわしい場所をな。風の翼の扱いがかなりうまかったな。大団長は今遠征中だ。だから副団長のジンが代わりに団長の仕事を引き継いでいる。これが代理団長と呼ばれる理由さ。大団長がここを出ていくとき、5分の4の騎士を連れて行ったから、代理団長に残されたプレッシャーもおのずと5倍になった。そう考えるとジンも大変だよな。
任せてください。何でも私にお任せを。岩の重さは安心できます。綺麗にしませんと。